山本太郎君、はいえー、参考人先生方非常に、えー、ご貴重な、えー、貴重なお話ありがとうございました令和新選組の山本太郎と申します、えっと、松浦先生は防衛大学で教えていらっしゃるということで、えー、松浦教授のです、ね、先生の2019年の論考日本国憲法と国家緊急事態では事前に法律で委任した範囲を超える対応が必要になる事態を想定して 憲法で政府に緊急命令権の乱用を防ぐために、あらかじめ緊急命令の限界を定める、事前に委任事項をできる限り網羅的に整備するなど、できる限り 事前に想定して、制度を作り込んでおくことも、えー、ご提案なさっています。あの、想定外の事態にも対応できるようにっていうのは、これも絶対必要なこと。私自身もそう思います。事前にあらゆる法整備も行わなければならないというメッセージは非常に重要だというふうに感じています。えー、実際に今、日本を引いてみてみれば、もちろん近隣諸国って言いますか、このアジアの緊張が高まっていると、どこからミサイルやロケットが飛んでくるかわかんないみたいな状況も、えー、そういうような、 いわば緊迫したような空気も確かにあるんですよね、そんな状態において、海岸線に原発が並んでいる、核燃料が貯蔵されている、再稼働されているという状態というのは、私、ちょっと矛盾してるんじゃないかなとうう思うんです、外からの攻撃が来るぞ来るぞと、軍備を増強しろ増強しろという空気の中で、えー、絶賛再稼働中、そして準備中というような状況が当たり前にあると、でもこの1年ぐらいで私たちが学んできたことっていうのは、 十分戦争の時にターゲットにされるのが原発であるということだったと思うんですね。で、原子力規制委員会の安全審査も、内閣府が策定支援する避難計画も、原発が攻撃されること自体が想定されてないんですよ。原発が攻撃されることも想定して、万が一にも、えー、原発が攻撃による拡散時が起きないように、確実な対応を今すぐ講じるということは、これ、憲法上の責務がこれ国としてあるんじゃないかなっていうふうに思うんです。 これ、松浦教授、あの、平成29年の衆議院の憲法審査会においてもご指摘された通り、自然災害というふうに見てみても、これ、南海トラフ地震による津波浸水被害だったり、東日本大震災の範囲を大きく上回ると、えー、被害というのはもうとてつもなくこれ、比べ物にならないんだということをおっしゃってたと思うんですね。あの、そういう趣旨のことをおっしゃってたと思うんです。えー、これ、海岸線の、えー、原発、当然これ、無事に進むはずはないと。これ、自然災害を考えたとしてもそうです。 緊急事態に備えようというような方向で議論がされ、そして憲法改正も目指すというような状況であるならば、当然、まずこれ、原発の即時停止、核燃料を早急に搬出して冷却して、国の責任、自衛隊の責任で安全管理することが、私は憲法上の要請にもかなうんじゃないかな、そう思うんですけど、先生、いかがお考えですか松浦参考人、残念ながら私あの、原子力政策の専門家でもございませんけれども、 あのーまあ、全廃してとていう話はそのエネルギー政策全般にわたる問題でありますからあの止めてい、えー、る,ることを前提としてです、ね、あの議論するというのは難しいんですがただ、あのーままああのー、山本先生がおっしゃったように様々な特にそのお軍事的な目標にされるようなところ,です、ねえー、ところに えまあ攻撃があった場合に、えー、どのように対応すべきかということはもう予想できることでありますから、まあ、それに対応した、まあ、あ避難計画なり、えー、何なりをです、ねまあ、の整備するというのはこれもちろんのことだと思うんですね、でそれで、えー、まあ不可能であれば立法を考えるしでしかしながらです、ね、その一方で、まあ、この原発の問題を置くとしてです、ね、緊急事態で対応する場合に人権の制限というものがです、ねまあ、常に伴ってくるわけですね。 でまあその災害対策本法なんかでその緊急政令で委任されているものっというのはほとんどが経済的自由権の制限に関わる問題がほとんどでありましてそれ以外の人権については非常に微妙な問題がありますのでなかなか触れられないというところがあるで非常にその委任のですね範囲が狭いということがあるわけですね。 でまあ、他にないかといってその検討をです、ね、進めましてもなかなかこれ、えー、立法府がです、ねえーまあ、その人権の制限を大幅に認めるようなです、ね、委任立法を行うというのは 国民の理解も得られにくいしです、ね、なかなか進まないというところがあります。でえ予想できるそういった危機に対応するための委任立法がもう完璧にできてるというのだったらいいんですがしかし今現状ですねさまざまな危機器の状態がありそれに対応するだけのものを立法府が全部抱え込んで,です、ね、事前にそれを想定するってことはほとんど不可能なので緊急事態においてその時に必要な措置を一時的に 緊急命令、えーまあ、これはあの法律の委任によらないですね、法律と同一の効力を持つ委任命令というものを一時的に認めて、それを国会が完全な形でチェックするというやり方がです、ね、最も効率的だと私は思っておりますで。ちなみに私はドイツの専門家なんですが、まあ、ドイツの場合にはです、ね、この委任命令の,あのやり方を戦後やめました。でやめましてで できる限り憲法の中に緊急事態の累計を全部組み込んでですね。で、えー、あらかじめそのお委任せ委任命令って言いますか、まああの方記命令とドイツではまあ言うんですが、それに委任できることを全部法律でざっとあげたんですね。でれあの、冷戦時代にそういうことをやったんですが。 ただ今日、サイバー戦であるとか宇宙戦であるとかですねそうした新しい戦場が増えてまいりますともうそれでカバーできない部分も出てきているでそこをどうするかということでですね今、まさにその憲法の累推解釈とかですねいうようなことでカバーしようとしているんですね。 やはりその想定できることというのは、もうあのそのとき、そのとき頑張るんですが、だけど新しい時代になってくると、想定できないことが次々に出てくると、それをどうです、ね、カバーしていくかということは、暫定的にはです、ね、政府に一時的に任せて、それを国会が有効にチェックすると。 いいいいうやり方しかかななのではないかと思いますあ、りがとうございます,、まあえー、とすぐにでも対応できる、まあき、想定されることに対しては、すぐ手を打てるという、えー、状況にありながら、まあ、先ほど言ったとおり、原発に関しても、えー、これは再稼働が進んでいくと、えー、そのままになっている、安全保障の話になったとしても、そのことはなかったことにされてしまうというのは、非常にまずい状態だな、そう思います、えー、申し訳ございません、今、えー、松浦参考人に聞いたことを、えー、と長谷部参考人にもお聞きしてよろしいでしょうか。 長谷参考人。えっとあのあの憲法によって対処する以前の問題としてあのまあいろいろ喫緊にあの対処が必要ではないかと思われる政策課題があの様々にあると,、えー、ということ自体、これはあの山本先生のおっしゃる通りであろうかと,、えー、と思います。まあそういう意味ではまあ憲法だけにあの焦点を当てるよりは。 いいろいろなところに目配りをし,していかなくてはいけない、あのそのそれはあのおっしゃるとおりであるというふうに、私も考えておりますみません、もう時間も残り少ないので、次は2ラウンド目に譲りたいと思います、ありがとうございます山山本太山本太太郎郎君令和新組です。 東電事故の前、現在の帰還困難区域にお住まいだった方々に、ふるさとに帰還していただく取り組みが本法案の趣旨の一つです。これについて、その感想を30秒以内で加害者である東電、副社長にいただきたいと思います東京電力ホールディングスの山口でございます。 えー、福島第一原子力発電所から12年が経過いたしましたけれども、今もなお、えー、広く社会の皆様に、えーまあ、多大なるご心配、ご迷惑をおかけしましたこと、本当にあの心よりお詫びを申し上げます。えー、またあの 当社の事故によりましてです、ね、いまだあの避難を余儀なくされている方々がこういらっしゃるということにつきまして、本当にあの深くあのお詫びを申し上げるとともにです、ね、あの引き続き、国間に向けたあの取り組みに対してです、ね、国の,まああの施策に基づいて、ご協力をさせていただきたい、そのように考えてございます。山本太郎君、えー。放射線量が高すぎるために、帰、え、還、ー、困難区域を全域解除するというのは難しい。 そこで政府が考えたのが、二段階に分けて人を介す政策。まず、第一段階、特定復興再生拠点設置。駅周辺などに設置した拠点区域だけ、除染整備して避難指示解除。そこに集中的な期間、新規定住を促す。その拠点区域の面積は、大熊の場合、町の面積の約11%。双葉の場合、町の面積の約15%。浪江の場合、町の面積の約3%。 そして第二段階、今回の法改正、特定期間居住区域の設定、復興拠点の外に自宅がある人も帰る希望があるなら、その部分だけ除染を追加して避難指示を解除すると。そもそも帰還困難区域とは何でしょうか資料の1、平成24年内閣府防災白書を見てみると、帰還困難区域とは避難指示区域のうち5年間を経過してもなお、 年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らない恐れのある現時点で年間積算線量が50ミリシーベルト超の区域である同区域は将来にわたって居住を制限することを原則とするとあります現在の帰還困難区域の定義も年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らない恐れのある年間積算線量が50ミリシーベルト超の区域 とといいううこででよろしいでしょうか定義が変わったなら変わったと言ってくださいお答えいたします、えー、基幹困難区域につきましては、平成23年12月の原子力災害本部決定におきまして、ご指摘のとおり、長期間、具体的には5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルと下回らない恐れのある、現時点で年間積算線量が50ミリシーベル超の地域として、当時設定されたものでございまして、現在もその定義は変わってございません。 山本太郎君、はいえー、帰宅困難区域は、2011年12月時点では50ミリシーベルトを超えたい地域と,と、あれから12年経過して、現時点では帰宅困難区域はおおむね50ミリよりかは下がってるんじゃないかなっていう、多分感覚だと思うんですね、政府的には。ただし、事故から5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らない恐れのあるという、この評価に関しては、これ、元の定義のまま引き継いでるって考えていいと思うんです。 え、帰還困難区域の話をしている途中ではあるんですけれども、放射線管理区域というものについてお話をさせてください。放射線業務従事者と言われるような放射線物質を扱うことが仕事の人々が働く現場。この中では飲み食いも禁止、寝泊まりも禁止です。東電の副社長にお,きお聞きします。柏崎刈羽原発では放射線管理区域内での寝泊まり、これ許されてますか飲み食い許されてますか はい、お答えいたします、えー、と放射線管理区域につきましては、あの持ち込み物について、あのこちらの方であでしっかりと把握をさせていただいた上であで、入っていただいておりますけれども、あのまあ、飲み食い、原則あの禁止だというふうに認識してございますが、あの場合によってです、ね、あの中であの放射線区域内であってもです、ね、限られた範囲であの、まあ、飲食をすることがあの可能な場合もあるというふうに認識してございますありがとうございます。えっとまあ 作業の内容によっては、そういうこともあり得るかもしれないと。でも、それってポピュラーなことですか？よくあることなんですか？お答えいたします。えっ、ー、と、先ほども申し上げましたけれども、あの限られた範囲で、あの、ちゃんと管理に基づいて、あの実施をしてございますので、あのポピュラーかどうかっていうことはちょっとお答えづらいんですけれども、あの、しっかり管理のもで行われているというふうに認識してございます。 山本太郎君限られた範囲において、しっかりと管理した上で、それをやっているんだということでした、じゃあ逆に放射線管理区域の中で、24時間365日居続けるということは認めてますか、答弁として、いかがでしょう。はい、えー、と申し訳ございません、今あの、正確なあのお答えを持ち,持ち合わせておりませんけれども、あのまあ、労働条件との関係も考えましても、24時間ということはないというふうに思っております労働条件どころか、もうこれ、電離則的に絶対にありえない話ですね。 はい。あり得ないと思いますよ。ないです。が答えです。ありがとうございます。これ、放射線管理区域は毎時2.5マイクロシーベルト、3ヶ月で1.3ミリシーベルト、年間では5.2ミリシーベルトになる。ただしこれは1日8時間、週5日間の勤務、滞在を前提として、年間5.2ミリに達するという話。その約10倍を超える環境が、事故直後にあったのが、基幹困難区域です。 そして事故後5年以降も20ミリシーベルトを下回らない恐れがある。つまりは放射線管理区域の4倍以上の汚染を下回らない恐れがあるという定義は今も引き継がれています。その帰還困難区域に人を返すというのが本法案の趣旨です。資料の2、事故から5年後、平成28年度の復興庁の帰還困難区域の入域管理、被爆管理等事業補足資料。この入域管理、 被爆管理を行う根拠として、帰還困難区域は、当該区域の汚染レベルが極めて高く、住民に避難の徹底を求める観点から、原子力災害対策本部、決定に基づき、区域境にバリケードなど物理的な防護措置を実施とあります。帰宅困難区域では、入域管理、被爆管理事業が行われていると言うんですけれども、これ簡単で結構です。入域管理、被爆管理事業、簡単に、簡単に説明してください。 お答えいたしますご指摘の帰還困難区域の入域管理、被爆管理,管理等事業につきましては、平成23年12月26日の原子力災害本部対策本部における決定を踏まえまして、帰還困難区域の区域境界にバリケードといったような物理的な防護措置を実施をし、住民に対して避難の徹底を求めているものでございます。また、可能な限り、住民の意向に配慮した形での一時立ち入りを実現するために、スクリーニングを確実に実施するとともに、 個人線量管理や、線量に応じた防護,防護装備の着用など、安全性を確保した上で、現在でも事情を継続して実施してございます、はい、今お聞きいただいたように、今でもそれらは継続されていると。これ、現在も入域管理、被爆管理を行っている、つまりは帰還困難区域は当該区域の汚染レベルが極めて高いという、この状況評価、これ、変わってないってことでいいですよね。 えー、帰還困難区域につきましては、平成23年当時に、まあ、被爆管理などの観点から、区域強化にバリケードといった物理的な防護措置を実施をしておりまして、えー、住民に対して避難徹底を求めた上で、一時立ちの管理を行うとして、これは現在も行ってございます。あのなお現在あの、帰還困難区域においては、あ年間積算線量が50ミリシーベルトを超えている地域はほとんど存在してございませんで、20ミリシーベルトを下回っている箇所も存在すると認識してございいますはい、でも、現在でも継続して実施しているわけでしょ。 入機管理、被爆管理事業、で50ミリ超えてるっていうところが下がってきたっていうのは実際に認めてるけれども、20ミリも下回ってるところもありますって、でも、20ミリとか50ミリとか、感覚おかしくなってません麻痺してんじゃないですか、事故前から考えてみて、で、普通に原子力の事業者の人たち、考えてみて、おかしいでしょ、そういったところで線量が下がったからって生活戻れっていうこと自体がおかしいんですよ、むちゃくちゃですよ、そんなこと許されてないでしょ。 はい。仮に一部放射線量が低下しても、周辺には汚染レベルが極めて高いエリアが残ってる。極めて高いとは言えないと言いますが、放射線管理区域の基準、年間5.2ミリシーベルトを確実に下回る状態、これ最低限でも保証しなければ、これ期間促進するのおかしいんですよ。だって一般講習ってどれぐらいでしたか ?1 ミリに抑えなきゃダメなんじゃないですか確実におかしくなってますよ、感覚が。 復興庁の法案概要資料によれば、市町村長の策定する計画に基づき、基幹住民の日常生活に必要な宅地、道路、集会所、墓地等を含む範囲で、特定基幹特別区域を設定、放射性低減を行う。これ、農地とか住宅周辺の山林は含まれないと。基幹困難区域に帰るか、帰らないか、判断迫って、帰りますと言った人だけ、家の周り、ちょこちょこっと除染してあげる。そんな法改正ですよ。帰るかどうか迷っている人の地域の汚染は、そのまま放置。 政府自身もこの汚染引き起こした責任問われてるはずですよ。それにもかかわらず、今すぐ変える意思示さないなら、除染してやらないって、何様加害者なんですよ。資料の後、政府は帰還困難区域が設定されている大熊双葉の住民に変える意思があるかをあり、なし、保留の三択で調査。両庁とも回答世帯の半数以上が、帰還以降なし、双葉44世帯、大熊120世帯、あるいは保留、 双葉75世帯、大熊77世帯。これ、保留っていう回答の多さ、えらく目立ちませんそして、希望、期間希望を示す世帯は、大熊143、双葉93。世帯中、世帯中に一人でも期間の移行があれば、期間の移行ありに換算する。これ、集計のやり方おかしくないですか期間の移行を示すことが除染の条件。 そうされていることで回答が誘導された影響もあると思います。資料の6、昨年6、9月の福島民報、大熊町の60代男性は、3択で聞かれてもどうしたらいいかわからない。別の60代男性は、帰還できるようにするための具体的な条件を複数提示してほしい。50代男性は、どこまで除染するのかわからない状況の中では、判断がつかず答えられない。調査のあり方批判されてますよ。 資料の七。同じく帰還困難区域が設定された、えー、浪江町津島区長会長を務める末永さんのお言葉。希望する人だけを除染したら、地域がまだらにされる。自宅以外は公選料なのに、誰が戻るのか。俺の自宅が除染されたら、無料で貸すから、子供を連れて暮らしてみろ。そう言ったら、職員は一言も返答できなかったという。これらの声、当然ですよ。 将来にわたり居住を制限する。政府が決めて避難させた。極めて汚染レベルが高いから被爆を管理する。そう言ってきた地域ですよ。今になって、帰る人だけ家の周り、ちょこちょこっと除染する。そう言われてる。帰還するかどうか聞く前に、日本の法令しっかり守って、全域を最低限、放射線管理区域未満の汚染レベルに下げなければならない。これ当然じゃないですか。帰還の意思を国が問うのはその後ですよ。 ここまで下がった。事故前はこうでした。どうなさいますかこれがないじゃないですか。資料の4。世界の核施設災害及び核実験被害地域で一度住民避難を行った地域に再度住民を帰還させようという政策は失敗。あるいはそもそも行われていません。1986年、ウクライナ・チェルノブイリ原発事故。原発周辺30キロから約10万人強制移住。 村や町など188の居住区が廃止。汚染と事故原発での不足の事態を警戒し、35年以上経過してなお居住禁止。1950年代、旧ソ連、ロシアウラル地方、麻薬生産合同事故、プルトニウムを扱う工事からの排液放出と火災事故により1万人強制移住、23の村が閉鎖、50年以上経過しても再定住は行わず。 1950年代、マーシャル、マーシャル諸島、核実験被害。ビキニ干渉住民、167人。エニウェ、エウェトク干渉の住民、172人が強制移住。60年代末に最低移住計画が策定されるが、汚染レベルが高く、78年には再度強制移住命令。政府は、事故は収束した。線量は下がったという。当然、事故直後より下がったんでしょう。 都市部の平地では一部集中的な除染の効果もあったんでしょう。でもこれってごく一部の環境改善に過ぎませんよ。終わりの見えない生態系汚染の全体像に目向ける必要あるんじゃないですか。生活圏の周りだけちょこちょこっと除染する。政府方針の批判には山林と一体である。地元の生活自体を訴える声が多い。岩渕委員からもありました。資料の8。浪江町の林業従事者。 俺たちは林業で生きてきた。山を除染しないと生きていけない。悲痛な声を上げてる。山林の汚染状況を調査する専門家たちは事故から約10年経過した時点でも問題を指摘。除染されない山林に放射性物質が蓄積、残り続ける。山林の汚染が食物連鎖を通じて山菜や川魚などに濃縮され、汚染が高止まり。居住地を除染しても山林から流れ出した放射性物質で再度汚染されてしまう。 政府は福島県の7割を占める森林、山林の環境を汚染してしまったことの重大さ、全く認識してませんね。数世代にわたる環境回復の取り組みが必要なんですよ。避難指示解除後も、警戒体制の中で生活が続いているのが現実。これね、先ほど農地の話出てきましたよ。これ、これまで解除されてきたところ、農業をやるんだったらご勝手にっていう形でずっと、これ認めてますよね。 で、個人の営農者が圧倒的に多いんですよ。これによってどんな被害を被るかっつったら、これ企業として、組織として何かしら法人で農業に取り組んでたら、これ電離則で守られるはずでしょ。ちゃんと管理されるんだから、個人の営農は自己責任になるんですよ。で、農地のこと、事前にまだ調査すらしてなくて、この後地元と話し合いますって。この後も自己責任の農地で、で、砂煙が舞い,舞い上がったりとかしながら呼吸で、 これ、放射性物質とか取り組んで、内部被曝につながる、そんなことも分かっていながら、そこに対して何、何かフォロー入れようとするような気配もないじゃないですか。もう実際に解除されたところで、それが普通に行われてますよ。そしてこれから行われることも、これまでやってきたことに準じるわけでしょむちゃくちゃじゃないですか。避難指示解除は支援、保障の打ち切りとセットで行われてきた。原発事故後、政府は避難指示などが出た、13市町村の住民を対象に。 医療費、保険料等の金額または一部を免除してきた。17年4月までに避難指示解除された11市町村に関しては、解除後10年でこの減免措置を停止する方針が示された。ごめんなさいね。はっきり言ったら、機民政策なんですよ。ずっと続いてるじゃないですか。2011年の事故から。それを思うとちょっと感情が高ぶって申し訳ない。戻ります。資料の9。 昨年、双葉郡の住民が方針撤回を求めて設立した福島原発事故被害から健康と暮らしを守る会は次のように訴えている。原発事故で強いられた放射線被曝による健康へのリスクは生涯続く。また、未だ生活再建途上による被害者にとって、医療費等減免措置はまさに命綱。 国策で進めた原発で重大事故を起こし、放射能汚染で故郷を奪い、なりわいを奪い、生活、避難生活を強いたのです。そして避難指示生活を遥かに超えた地域の多くの人々を被爆させた。その責任は国と東電にある。その責任感じてますか言葉だけにしか思えない。どうしてこんな当事者に被害者に声上げさせるんですか帰還困難区域からの避難者に対しては今のところ医療費等減免措置は続いているが、 今後打ち切られることが懸念される資料の重、復興庁とやりとりしました。そのメールのやりとりです。これね、何かつっ,ったら、避難指示が解除された区域については、同様の考え方で、これまでと同様の考え方で、医療費の減免の見直しを進める、医療費減免支援を打ち切る気満々の内容になってるんですよ。10年、20年で終わりませんよ。どれだけのでかい事故、とんでもないことが起こってるかって、あなたたちが一番わかってることじゃないですか。長期的に見てどうするべきかってことを、この国会で決めてほしいな。 でもその中身ないですよ。はっきり言っちゃえば。医療費減免措置。当初の規模での、それらの継続、さらなる対象の拡大をしなきゃいけないんですよ。因果関係なしってなるから、お構いなしなんでしょ。やってくださいよ。 どこまでの範囲の対象に医療費の減免措置を広げるか、どれぐらいの期間を続けるべきか、二つの制度に立脚すべきということを提案させていただきます。資料の十一、一つ目は東海村 j c o 事故関連、周辺住民等の健康診断事業、健康診断事業。この制度は評価された被爆線量が1ミリシーベルトを超えるもの、健康診断を希望するものが対象となります。本人が望む限り事実上生涯にわたって受けられる検診、 事故直後に基準を上回る被爆を余儀なくされたことを根拠に対象者を広く取るってことがこれでできるじゃないですか。そのためにはもう一つ。皆さんが作ったものですよ。資料の十二。原発事故子ども被災者支援法。これに基づき設定された支援対象地域。避難指示区域外で福島県の浜通り及び中通りがその対象地域とされた。それ以外に広げようと思ったら追加していけるっていう立て付けになってるはずですよ。この支援対象地域全体を医療費減免の対象としていないのは立法趣旨を無視した不作為です。 最低限、この支援対象地域に一度でも指定された地域の住民及び事故時点での居住者は全て対象にする必要があると思います。大臣、最後に、医療費減免措置の継続期間、これ対象者の生涯続けるということを理にかなっていると思います。被災者のことを思われていると、普段からおっしゃっている大臣、これについてはやると、約束していただきたいんです。いかがでしょう。 医療費減免の見直しについて、えーまあ、継続すべきだという、まあ、ご意見でございます、えー。この問題につきましては、昨年の4月からです、ね、本措置の見直しを決定したところでありまして、関係自治体のご意見を踏まえ、まあ、急激な負担増にならないようにです、ね、避難指示解除から10年という、まあ、十分な警戒措置を取るとともに、複数年かけて段階,的に段階的に見直すこととしているところであります。 また本特例措置が終了した後も、所得の低い方に対しては、通常の保険料等の負担軽減措置が講じられることとなります。さらに、個々の事情に応じて、納付相談の実施やきめ細かな対応が行われるよう、厚生労働省と連携しながら、周知に努めてまいりたいと思いますありがとうございますあまりちゃんんとお答えいいただけないんです。 一度でも指定された地域の住民及び事故時点での居住者は全て対象にする必要がある。医療費の減免措置の継続期間、これは生涯続けるっていうことが、とんでもない事故を起こした、その加害者側である国と東電の役割なんですよ。大臣、被災者を思う、被災地を思う、常日頃から言われてるんですから、これ前に進めてくださいよ。ぜひお願いします。ありがとうございます。令和新選組、山本太郎です。 本法案に反対の立場で討論いたします。帰還困難区域は極めて汚染レベルが高いとして強制的に住民を避難させた地域です。本法案はこの地域に十分な環境回復措置を行うことなく小手先の環境整備だけで住民を戻して良いとするもの。被害を矮小化し、被害者が望んでもいない限られた選択肢を無理やり押し付け、あとは自己責任とする。 これまでの政府の原発事故被害対応の悪い部分を凝縮したような法案です。人間の生活圏は住居とその周辺の道路と集会所で完結するものではありません。福島第一原発事故により最も直接かつ深刻な被害を受けた福島県。その面積の約7割は森林です。本来は森林とつながった生活圏を一体として捉え、何世代にも及ぶような環境回復の取り組みが求められる事態です。 自宅以外、高線量なのに、誰が戻るのか。どこまで除染するのかわからない状況では判断がつかない。俺たちは林業で生きてきた。山を除染しないと生きていけない。傲慢な政府の姿勢に対する、通烈な怒りが、これら住民の声には込められてます。本法案からにじみ出る、変える気があるならごく一部のスポットを除染してあげる。政府の上から目線への怒りです。これまで避難指示区域の解除は、 避難を余儀なくされてきた住民に対する支援や保障策の縮小、そして撤廃とセットで行われてきました。膨大な終わりのない山林汚染を残したまま、住民の求めるレベルまでの環境回復は行わず、それでも政府が避難指示解除に突き進むのは、被災地と呼ばれる面積を減らし、そして被害者を放置する口実が欲しいからに他なりません。避難指示が解除された地域の住民に対しては、 医療費等減免措置が段階的に廃止されています。帰還困難、帰還困難区域内でも避難指示が解除された復興拠点の住民に対しては今後同様に支援が縮小、撤廃される可能性が非常に高い。原発事故で強いられた放射線被曝による健康へのリスクは生涯続きます。未だ生活再建途上にある被害者にとって医療費など減免措置はまさに命綱です。 これは医療費減免措置、え継続を求めて双葉郡の住民たちが立ち上げた市民団体の要望に記された言葉。政府はこの生涯続くリスクに目を向けず、住民の命綱を断ち切る政策を進めてきました。被害を見えにくくし、被害者を放置する政策の総仕上げが帰還困難区域を消すこと、その一律塚となる本法案には断固反対いたします。これより採決に入ります。 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって法案は多数を持って原案通り可決。